どうもこんにちは、酒とロックの近田です。スピーチはそのライドと申します。ベストヒットライドやってます。また今回リクエストですね、西山幸太郎さん と駒田渡さんの2人ですね。それを占ってみようかなと思ってます。西山幸太郎さんは1991年の10月17日までで、2009年に AT1 プロデュースですね。今回2人とも AT1 プロデュースなんですね。 AT1 オーディションで特別賞を受賞し、養成所に入ると。で、2015年に、美男高校地球防衛部、ラブ。で、2018年、学園ベビーシッターズで、これは初主演してるんですね。で、2019年、アンサンブルスターズですね。で、2020年はアルバムシティで、要はソロ名義で歌唱デビューをするんですって。まあね、順調なイケメン声優の流れですよね、こういうのって。こんな西山さんの持ってる特性なんですけど、これってアクティブ、負けず嫌いですね。で、アーティスト気質な星ですね。で、今年は自分の言動に、気をつけた方がいいですよっていうところになってます。で、この方の恋愛ですね。今年はね、マックスにね、低いんですよ、恋愛運がね。この人の、だから恋愛運が上がるのは2年後、2022年ですね。で、恋愛、相性がいい女性っていうのは、積極的で行動的な女性が合ってます。で、もう一人。駒田渡さんですね。1989年の9月5日生まれ。で、この人第5回 AT1 オーディションに優秀賞、文化放送賞、エクシング賞、トリプル受賞して、だから相当な優秀な人だったんですね。で、2017年アイドルマスター、で、2019年アンサンブルスターズなど出てますと。で、駒田さんの元は特性なんですけど、この人は真面目ですね。保守的で優しい人です。正義感が強いですね。人に尽くすタイプですね。で、今年はできないことはできないと断る勇気を持ってもいいんじゃないかっていうと、この時の星です。で、恋愛運なんですけど、今はね、ちょっと恋愛福井さんなの3年後ですね。で、なかなか自分からこの人はいけない人なので、待ってることが多いんで、ちょっと晩婚な星が出てますよね。でね、相性がいいのは、情熱的で感性豊かな女性がいいと思います。まあ、そんな感じで、リクエストがあったので、イケメンの声優さん2人をまた見てみたんですけど、ぜひぜひ、リクエストは随時、もうリクエストで成り立ってんで、僕の動画って。皆さんのリクエストがあることによって、僕のネタもできてるんで、ぜひ、いつでも、何でも言ってください。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。